に突然現れる幾何学模様、誰が何の目的で作ったのか永遠の謎と言われてきた。しかし我々はミステリーサークルの全てを知るという闇の団体と接触、ついにその瞬間をカメラが捉えた。暗闇の中で野村アナが見たものとは。捕獲成功。人を食らうという幻の古代魚、テキサスの湖に生息し、その鋭い牙で全てを引き裂く悪魔の正体とは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。番組はこの世に存在するありとあらゆる不思議な現場に2人のエージェントが密かに潜入、全ての謎の目撃者となることを目的としている。朝8時サタッパチで。ミステリーサークルっていうのを特集であるんですけど、知ってます？知ってますよ。知ってるよ。実際見たことはないんですけど、テレビでよくあの UFO が降りてくるところね。このミステリーサークルの秘密をですね、このこれまじではですね追ってきたんですが、ついにですね今夜その秘密の全て解明しました。な、言い切っちゃっていいの？これね、世界で初だと思うんですけど、もうはっきり結論出ちゃいました。すごい証拠がある。証拠があるの。はっきりと映してしまいました。何をよ。何なんでしょう。なんだ、教えろよ。いいんだよお前。じゃあいいの、 VTR 行かねえよ。じゃあこれ俺がトークで全部説明してくれ。最悪だろ。信じますか？ミステリーサークル、それは一晩のうちに突如麦畑に出現する謎の幾何学模様のことである。美しいまでに計算されたその模様は一体どのようにしてできるのか、誰もが説明しようと試みるが、未だ謎に包まれている。これまでささやかれている説は大きく3つ。まずは気象現象によって作られたという説。これは竜巻などの突風が麦をなぎ倒してできるという説。確かに昔のサークルは単純に円を描く形が多く、この気象現象説もあり得るのではと考えられていた。しかしミステリーサークルはただ丸いだけではなかった。そう、現在ではより複雑なミステリーサークルが次々と報告されている。これらが竜巻によって作られたとは考えにくい。その形には何かのメッセージさえ暗示させる。そこでこんな説が浮上する。人間のいたずらではないか。この説を裏付けるかのように、1991年ミステリーサークルは自分たちが作ったという人物が名乗りを上げた。しかしこれに対し専門家は大いに反論をぶつけた。彼らが作ったミステリーサークルは上空から見るとあまりにも歪な形をしていたのだった。確かに現在までに2000以上あるミステリーサークルの報告のうち、一見してこれは人間のいたずらと分かるものが存在する。しかしこれだけでは説明しきれないと専門家は語る。私は人間説に疑問を抱いています。それは麦の倒れ方です。交互に折り重なってまるで網の目のように倒されているサークルもあるんですよ。麦の倒れ方までもがあまりにも複雑なミステリーサークル、やはり宇宙人説なのか。宇宙人説を支持する研究家はミステリーサークルが地球人に向けたメッセージではないかと考えている。さらにこの説を裏付けるいくつかの理由を研究家たちは挙げている。その1、麦の細胞が変化している。
サークルは麦を倒して作られています。しかしその倒れた麦の細胞を調べると驚くべき結果が出たんです。サークルの外と内の細胞は明らかに違います。つまり倒されたことによって変化しているということです。さらに倒れた麦は枯れることもなく成長し続けるというのだ。制作時間の短さもこの説なら説明がつく。サークルは夜中に出現すると言われています。だから目撃情報が少ないのです。ミステリーサークルはたった一晩のうちに作られる。暗闇の中およそ6時間以内で巨大なミステリーサークルを作るのは宇宙人以外には考えられないというのだ。確かにこれが人間の仕業だとしたら一体どのように作っているのか想像もできない。さらに UFO の目撃情報がこの説を裏付ける。ミステリーサークル上空は UFO の多発地帯で今まで数多くの UFO が目撃されています。それはホワイトボールと呼ばれる白く光る発光体です。もちろんこれが何なのか解明されていません。さらに昨年撮影された連続写真を見ていただこう。白く光る2つの物体の動きに合わせてミステリーサークルが出現しているのである。わあ、なんだこれ。これは何らかの意思を持った地球外生命体の仕業ではないのか。そしてサークルは複雑に進化している。21世紀に入りミステリーサークルはこれまで以上にそのデザインが複雑なものとなった。そして昨年8月、心底びっくりした、感動すごい、想像を超えてて本当に飲み込まれたって感じですね。感激で涙する野村アナが見たものとは。アーティストの指が紙に求めるもの。ミステリーサークルがそのベールを脱ぐ。光が照らし出した奇跡の光景とは。この後全てが明らかになる。何やってんの？メール。ずっとやってんね。だんだん下から見えてくるけれども、恒例のチェックコーナーに行きたいと思います。はい、今日はですね、ミステリーサークルスペシャルをお送りしておりますが、はい、ふと気づきますと、あなたの足元にミステリーサークルがありました。あなたはどの場所に立っていますか？ A、円の中心に立っている。 B、円の外から眺めている。 C、円の内側で中心を向いている。 D、円の内側で外を向いている。さあ、テレビの前の皆さんはいかがでしょうか？どこを選んだでしょうか？どうぞ。はい、田中さんが C の、うん、太田さんが A の、そして真鍋さんがもう A ですか？ A です。さあ、これまず理由を聞いていきましょう。田中さん、 C を選んだ理由というのは？理由って言われてもな、なんとなくそのことをイメージしたんですよ。イメージしたね。そう、パッと、うわ、何、ミステリーサークルってなった時に、はい、中心を見ていたい。見ていたいっつったって、もうパッと現れたんだから、うん、だから、まあ、見ていたいとかいうそういうことは関係ないけど、中にはいるけど真ん中を見てる感じ。真ん中どこにあんのよ。真ん中ここなの。おで、え、違う違う、真ん中にいるからまず周りを見て、え、あっこうだよ。そうか、うん、すいません、カオルちゃんは語りどころじゃないんでちょっといい。ここじゃないんです、すいません。カオルちゃんは、マナミさんは、うん、はい、なんか気づいたらって言ってたんで、うんうん、私は中心から出てきたのかなみたいな感じじゃないですか。えぇー、ひょーわー、自分が一番不思議なものになっちゃってる。実はこのチェックでこんなことが分かってしまうんです、はい、ミステリーサークルのイメージっていうのは、あの未知のパワーをね、表していますね。で、そのパワーっていうのは、あの深層心理学ではですね、あのリビド、つまりあの性欲の強さを、まあ、意味しているわけです。性欲